皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はギターレッスンとちょっと趣旨が変わってきてしまうかもしれないんですけれども、緊張しない方法というお話をさせていただこうかなと思います。緊張しないためにはどうしたらいいかと、そのようなお話です。メールとかコメントとかでよくいただくんですけれども、なんて言うんだろう。僕はすごい緊張しやすいタイプなんです。ライブとかが近くなってきて、すごい緊張してしまいます。どうしたらいいですか？何かいい方法はないですか？みたいな、そういう話がすごく多いんです。なので、僕の中でちょっと考えをわーっとまとめて、この動画の中でベラベラと喋ってみようかなと思った次第でございます。ギターの延長線上でライブとかレコーディングとかにも通用すると思いますし、また違った場面、例えばスポーツの試合とか、なんか受験とかテストとか、人前でのスピーチとかプレゼンテーションとか、そういったものに関しても割と共通して通用する話だと思いますので、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。緊張しない方法。10人十色というような感じで、人それぞれいろんな方法があるかと思います。僕もいろいろ方法があるなと思いました。でも、いくつかある中で、僕がこれはすごく大事だなと思ったポイントが一つありまして、ぜひそれだけは覚えておいてくださいませ。それは何かと言いますと、緊張したらダメだと思わないことです。緊張しちゃダメだと思わないこと。不思議なもので、緊張しちゃダメだとか、緊張したらどうしようって思ってしまうと、余計緊張しちゃうものなんですよ。なので、緊張してしまったら、それを受け入れてほしいんです。あ、今自分に緊張しているなと、私緊張しているななんていう気持ちが出てきたならば、気づいたならば、それを受け入れてほしいんです。うわ、緊張はダメだ、グググググって抑え込もうとしてしまうと、余計に緊張してしまうと。そもそも緊張というのはなぜ生まれてしまうのか、僕たちはなぜ緊張してしまうのか、そんな話になりますと、何かしらイベントといいますか、そのパフォーマンスを十分に発揮しなきゃいけない場面があるわけじゃないですか。ライブとかかもしれませんし、テストとか、もしくはその試合とか、プレゼンテーションの場所かもしれません。何かしらその場所があるわけです。イベントがあるわけです。で、それに僕らがテクテクテクっと近づくにつれて、どんどん緊張が高まっていくわけなんですよ。で、それ、なぜ緊張してしまうのかを考えてみると、体が準備してくれているわけなんですよ。この緊張して、緊張して、この場面で最高のパフォーマンスを発揮するために、体が無意識のうちに準備をしてくれているわけなんです。なので、僕らは意識の中で、うわ、緊張してしまった、ダメ、ダメ、ダメって抑え込もうとせずに、うわ、緊張してる。体が張り切ってるぞと。よし、やったんねんぞみたいな感じのワクワク感に変えてほしいわけなんです。ちょっと冗談っぽく聞こえますけども、真面目です、真面目です。すごく真面目です。でも、緊張してしまったところで、ダメダメ、こういうのはダメダメって抑え込もうとすると、余計に緊張してしまって、ああ、もっと緊張してきた、いかんいかん。で、また抑え込もうとすると、さらに緊張してきてしまって、うわ、手が動かなくなってきた、指が動かなくなってきた、ああ、もうダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだっていうふうになってしまうと。そうではなくて、緊張を受け入れる。あ、今自分緊張してるなと。体が張り切ってるなと。ここの場所で最高のパフォーマンスをしようと、今、体が準備してくれていると、よし、やったんねんぞというワクワク感に変えてほしいんです。ちょっと話は変わるようなんですけれども、人ってすごいいい加減な生き物です。人間ってすごくいい加減な生き物です。何々しちゃダメだ、何々を忘れようとかって思っていると、それがなかなかできなくなっちゃうんですよ。今回の場合だったら、緊張しちゃダメだとか、緊張しないようにしようという場合、ことですよね。そんなことを思えば思うほど、余計に緊張してしまうんです。例えば、今、僕、ベラベラと皆さんに向かってしゃべっておりますけれども、今からしばらく、そうだな、じゃあ、レモンのことを考えないでください。レモンの姿を頭の中に想像しないでください。絶対に想像しないでください。レモンのこういう半月型の形とか絶対に想像しないでください。で、黄色いのとかね。で、これを半分に切ったりとかしたやつとかも想像しないでください。で、パカッと開けると、果肉とかが出てくるところとか想像しちゃダメです。で、それをこのガブッといくと、うわ、すっぺーとか、そういうのは想像しないでください。と言っても無理じゃないですか。やっぱりこういうふうに聞くと、ダメですよとかしないでくださいって言っても、やっぱ頭の中にどうしても思い浮かんじゃうものなんですよ。もうこれ誰でもそうです。こういうものなんです。何か嫌な経験があったりとか、嫌な出来事があったりとかして、うん、これのことは忘れたい、これは忘れたいなんて思っているうちは忘れられないんです。なんでかっていうと、忘れたいって思うってことは、忘れられてないから、まだ忘れてないからなんですよ。本当にその嫌な出来事とか、忘れたいこととかを本当に忘れてるならば、忘れたいとも思わないはずじゃないですか。でも、忘れたいって思うことはまだ忘れてない、忘れられてないからっ
ということなんですけど、何となくわかりますかね。これはちょっと話を戻して、緊張の話にしますと、緊張しちゃダメだとか、緊張は悪いものだと押さえつけようって思ってしまうと、余計にそれが膨らんでしまうので、ある程度の段階で緊張したら、あ、今、ちょっと自分緊張してるぞと。まあ、ちょっと体が硬くなってしまうかもしれないけれども、体も張り切ってくれてる。よっしゃ、頑張るぞと。そんな気持ちに切り替えてほしいんです。1つ目、緊張しちゃダメだと思わない。これはすごく僕の中で大事なポイントでございます。次、ちょっと1つ目と似てるんですけれども、失敗したらどうしようと思わないことです。失敗を恐れないとでも言いましょうか。開き直るわけではないんですけれども、失敗してもいいやというマインドを持つことも大事なわけです。失敗したらどうしようなんて、そんなものは、ね、バッドストーリーのことなんて想像している暇なんかないですよ。別にもう失敗したら失敗したらいいんです。例えば、ライブがあったとしますよね。皆さんがギター弾く人でした。ライブをする場面がありました。そして、ライブがスタートしました。この時に、うわぁ、始まった、失敗したらどうしようなんていうマインドで言っていくと、本当に失敗しちゃうんですよ。で、一つのちょっとした失敗がありました。うわぁ、やっぱ失敗した。うわぁ、あの時こんだけ練習したのになんて思ってると、もうこっちのことに気を取られて、また大きな失敗が出てきたりとかして、どんどん負のスパイラルが生まれてきてしまうわけなんですよね。なので、開き直るわけではないんですけれども、失敗しても OK、失敗したらどうしようと思わない、そういったマインドを持ってみてほしいんです。さっきと一緒で、失敗しちゃダメだとか、失敗したらどうしようって思ってしまうと、本当に失敗してしまうと。で、失敗したときに、その失敗のほうにフォーカスをして、またさらなる、またさらなる大きな失敗を生んでしまうと。もう考えてみたら、こんなアホなことないですよね。失敗は失敗でもいいんですよ。もう時は戻せないですから、まあ、これはもうしょうがないです。もう人なんかもいい加減なもんですから、失敗するときなんかも多々あります。でも、そんな失敗にいちいちフォーカスをするのではなくて、とりあえず先を見据えるという感じでしょうか。例えば、ライブだったらば、もうそのライブ終わった後にその失敗を反省すればいいんです。その後にそのバンドメンバーと反省会をするときもあるかもしれません。そのときに失敗を振り返ればいいんです。少なくともライブ中はそんなことは考えている暇はないと。次の曲はどうするのか、次のフレーズはどうするのかということにフューチャーして、フォーカスをしてほしいんです。プレゼントとかの場合もそうですよね。今、なんかこう喋っている内容が間違えてしまった。どうしよう、どうしよう、じゃなくて、次はどうするんだと。どん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 頭の中の場面展開をしていく。わけなんです。そんな感じで、失敗をしちゃダメだとか、失敗したらどうしようなんていうネガティブなマインドはとっとと捨てるということです。開き直るわけじゃないんですけれども、まあ、失敗してもいいやぐらいの気持ちで、ちょっとやってみてほしいです。3つ目、もうちょっと具体的な話になります。まあ、この1つ目、2つ目は割とメンタル的な話ですけれども、3つ目はもうちょっと具体的な話です。緊張はさっきも言ったとおりいいことです。体がこう張り切ってくれているわけですからね。準備をし始めてくれているわけですよ。このパフォーマンスをするために。いいことです。でも、緊張しすぎると、いささか体がこわばりすぎてしまって、パフォーマンスを発揮することができなくなると。そういうときは意識的に少し体をほぐしてあげる必要もたまには出てくるかと思います。そんな方法をちょっとお話しさせていただこうかなと。3つほどございます。1つ目、すげえシンプルですけども、深呼吸です。深呼吸。いや、そんな偉そうなこと言っといて、そんな深呼吸とか鉄板ネタ言うのかよ、お前は。恥ずかしいやつだなって思った方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、深呼吸に勝るほぐす方法というのはなかなかないと思います。深呼吸とか言って、バカ臭い、へへへへって言ってる人ほど、思ってる人ほど、多分深呼吸やったことがないと思います。もし今度緊張する場面があったら、ぜひ試してみてください。あいつは、あいつじゃないか。あれほどもう有効な方法はないっすよ。まあ、やり方は別に何でもいいですけれども、ちょっと意識したいコツとしては、できる限り、その吐いたり吸ったりするということです。例えば、最初にこのできる限り息を吸うわけじゃないですか。もうできる限り息を吸うんです。もう肺の中にこれ以上空気が入らないと、もうどこまで行くんだ、俺の肺は。ああ、でもこれ以上はもう無理だというところまでできる限り吸い込むんです。で、そこで、まあ、2秒、3秒、もうどのくらいの長さでもいいです。ちょっと止めるんです。2秒、3秒。で、心の中で1、2、もしくは1、2、3。数えたら、今度はできる限り息を吐くと。できる限りです。もう肺の中からも空気という空気をすべて絞り出してください。もうこれ以上空気を吐いたら、もう俺はもう吐き出すものが何もないぐらいの勢いでも吐き出すんです。で、その吐き出したら、また2秒、3秒。心の中で少し時を止めて、またできる限り吸ってというすごい深い深呼吸をするということです。それを3回、4回とか5回とか続ければ、
本当に胸のあたりが少しふわっと軽くなってくるのがわかるかと思います。深呼吸ほど軽く、手軽にできて、どこでもできて、誰にも迷惑をかけずに、誰の助けも借りずに、自分でできる方法、こんなに素晴らしい方法はなかなかないです。もし緊張してきたなと、ちょっと緊張をほぐしたいなと思った場面がありましたら、深呼吸をぜひ試してみてください。やり方は何でもいいです。できる限りですって、できる限り吐く。もうそんなもんで大丈夫です。2つ目の方法、これまたすげえシンプルなんですけれども、軽くジャンプという感じです。上半身をこのブラブラさせるような感じでも、それできる限りその脱力をして、で、ちっちゃいジャンプをこう繰り返して、このドシンドシンと上半身をこう、ね、ブルブルさせるわけですね。そうすると、これまたその肩周りの筋肉がすごいほぐれて、こうね、軽くなってくる気持ちがわかるかと思うので、小さくジャンプして、うわーってやるのもすごくおすすめです。深呼吸した後に軽くジャンプ、もしくは軽くジャンプした後に深呼吸。ぜひセットで合わせてやってみてください。3つ目。これはどこでもできるわけではないので、できる場所で試してみてください。そして、1人手伝ってくれる人が必要です。もし、周りに知り合いの方とか、友達とか、同僚とか、バンドメンバーとかがいて、手伝ってくれそうだったら、ちょっとお願いしてやってみてください。簡単に言うと、背中を叩いてもらうという方法です。まあ、柔道部とかがよくやっているのを見かけるかと思うんですけれども、叩かれる人はちょっとこう、ね、膝に手をついてこう中腰になってくる、なるわけですよ。少しこの背中を曲げるわけです。で、叩く人はその人に向かってこの背中をオラッつってこう両手を使って、できる限りその衝撃を与えるような感じで、まあ、3回、4回、5回ぐらい叩いてあげるわけです。で、叩かれる人としてはこう、ね、こう叩いてもらうときに、お願いします。みたいな感じになるんですけれども、意外とこれがすごいこの背中周りというんですか、もう上半身の筋肉がほぐれる感じがして、すげえ気持ちいいと思います。まあ、柔道部の人とか、運動系の人がやっているようなイメージなんですけれども、もしそういう手伝いをしてくれる友達がいたら、ぜひお願いをしてやってみてくださいませ。ただし、結構大きなのとかね、こうバーンバーンってするので、できるところが限られてしまうかもしれませんが、音出ても大丈夫なところだったら、そんなのもやってみると良いかなと思います。で、そのバンバンって叩くときは、もちろん手のひらをバンにしてやってあげてください。グーでやると普通に痛くて喧嘩になってしまうので、まあ、そこら辺は優しさを持ってパーでやってもらいましょう。そんな感じです。もう一つちょっとおまけで言いますと、これまたさらにできる場所が限られるので、おまけって感じなんですけれども、大声を出すというのも割と侮れない緊張をほぐす方法です。もう何でもいいので、もう自分のありったけの力を振り絞って叫ぶわけです。もう何でもいいです。おたけびを上げるわけですよ。もうあーでも、いいでも、うーでも、えーでも、おーでもいいですし、もうチャーハンでもいいですし、好きだーでも構わないし、もうチンジャーロースでも構わないですし、チンジャーロースは、まあ、ちょっと言いにくいですけども、まあ、そんな感じでも何でもいいから、もうとにかくもうその自分のありったけの力を使って、もうね、わーっと叫ぶわけです。もちろん、すごい大きな音がするので、どこでもできるというわけではないんですけれども、周りがすごいやかましかったり、騒がしかったりとか、もしくはまた別の個室があったりとか、もしくはちょっとこう、ね、10分、15分ぐらいカラオケ屋さんに行けるような範囲だったりとかしたら、ぜひそんな方法も試していただけると嬉しいです。大声を出すだけでも面白いもので、結構緊張がほぐれるかなという感じです。そんな感じで、緊張をほぐす具体的な方法についてお話をさせていただきました。そして4つ目、これが最後です。4つ目の話は、ちょっとまたメンタル的な話になってしまうんですけれども、目的を思い出すということです。目的を思い出す。目的は何だったのかということです。例えば、ギターを弾く人がいました。で、その人がライブを迎えました。で、そのライブに向けて緊張しています。で、その緊張をどうしようかなと思っている人に考えて欲しいこととしては、目的は何だということなんですよ。ライブをする目的。もちろん、ライブをする目的は、失敗をしないことなんかじゃないですよね。間違いないことでもないですよね。で、その中でもその緊張しないこと、こんなのが目的なわけないじゃないですか。別に緊張してもいいんですよ。失敗してもいいんですよ。まあ、ちょっとぐらいとちっても別に構わないわけです。ライブの最終的な目標としては、見てる人を楽しませるということになるわけじゃないですか。なので、その見ている人を楽しませるためには、さあどうしたらいいかなということをちょっと考えてみてほしいんです。そのために何したらいいかというと、今まで積み重ねてきた練習をそのままライブでも出し切ると。
自分のそのままの姿、今まで練習したものをガッと 100% 出し切るわけなんですよね。そのためには、まあ、もちろん緊張したりとか、その、ね、緊張したりしない方がいいかもしれませんし、失敗しない方がいいかもしれませんけれども、最終的な目標としては、お客さんに楽しんでもらうこと。なので、その中にその、ね、緊張しちゃダメだなんて、そんなもくだらないことは入れないでほしいんです。お客さんに楽しんでもらうためには、いろいろ考えなきゃいけないこともあると思います。いろいろ集中しなきゃいけないこともあると思います。緊張したらどうしようなんて考えている暇はないわけですよ。また話が変わって、試合とかあった場合、そのスポーツとかで試合があった場合、まあ、試合の場合はやっぱりその勝ち負けがあるわけです。その場合も一緒ですよね。勝ち負けというのは、まあ、もちろん、ね、その第一の目的の人もいるかもしれませんけれども、僕にとっては、まあ、それはもう二の次といいますか、第二の目標です。第一の目標というのは、今まで積み重ねてきて、すっごい頑張って頑張って練習してきたものを試合で出し切ることだと思うんですけれども、どうでしょう。で、その出し切った後に勝ったとかあれば、確かに嬉しいです。結果がついてくれば、それはもちろん嬉しいですよ。でも、その自分で出し切ったならば、負けても別に構わないという言い方はちょっとあれかもしれませんが、出し切ること自体がまずの目標だと思うんです。で、その勝った負けたは、それはもう二の次の結果であって、まあ、もちろんそれはフォーカスをするべきことかもしれませんけれども、それよりも、勝つこと、負けること、もうそんなことよりも、自分を出し切ることの方がはるかに大事だと思うんです。それはテストとかにおいても一緒だと思いますし、プレゼンテーションとかにおいても一緒だと思います。今までこう頑張って、ね、蓄積したもの、プレゼントがあったら、その喋る内容、スクリプトを考えたりとか、ね、プロジェクターでの資料作りだったりとか、もうそういったものをすべてひっくるめて、それらを出し切ることが目的だと思うんですよ。そして、相手に自分が喋っている内容を理解してもらうこと、伝えること、これが目的だと思うんです。その中の目標の一つとして、失敗しないこととか、あと、緊張しないこと。もうこんなものが入る余地はないわけです。自分が今まで頑張ってきたものを 100% 出し切る。その目的を今一度思い出してほしいということでございました。そんな感じで4つほど、それまたすげえ長いですね。ベラベラとしゃべらせていただいたんですけれども、最後に1つ、ちょっとおまけで、もう1つお話をさせていただこうかなと思います。これ、なんでおまけかって言いますと、全部に当てはまらないかもしれないからということなんです。が、ちょっと話してみましょうか。非常に私事なんですけれども、まあなんかこう半分くらいギターを弾いて、半分くらいなんつうんだ、まあ、そのギターを弾いてこの、まあね、まあ、日々生活をしているわけなんですけれども、やっぱりこう、ね、毎日毎日、まあ、ギター練習するわけなんですよ。1日に1時間、2時間のときもあれば、もう1日に、ね、10時間をガーッと練習するときもあります。では、ある日僕がギターを10時間練習しましたと。で、その内訳を見たときに、さあ、どんな練習をしているかという話です。その中の5時間、半分の時間、この時間は完全に自分のための練習をしています。どういう練習かっていうと、同じ小節をひたすら繰り返したりとか、あとメトロノームと合わせる練習したりとか、耳コピとか目コピとかをしたりする練習ということです。この練習を誰かが見ても、全然面白くねえって感じると思うんですよ。なぜなら、これはもう僕のための練習だからです。もう誰かに見せることを考えていない僕のためだけの練習なんですよ。なので、すごく地味です。ひたすら繰り返しです。では、あと半分は何をしているかというと、こっちの自分のための練習とは逆で、誰かのための練習なんです。なので、家で一人でギターを練習しているときでも、目の前に誰かがいるというイメージを常にするわけですよ。まあ、それが1人かもわかりませんし、10人、100人かもしれません。誰でもいいです。友達かもしれないし、知らない人、普通に全く普通のお客さんかもわからない。けど、その誰かがいるという前提をイメージしてギターを練習するんです。だから、ギターを弾き始めて、曲を演奏し始めたら止めるなんてことは絶対にしません。ちょっとくらいとちっても、そのままガッと続けます。で、ある程度、その曲順とかも考えて、これやっ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 てってやっていったら、あいつは楽しんでくれるかなとか、あの人は笑ってくれるかな、笑顔になってくれるかなというふうな想像をしながら、イメージをしながら練習をしていくんです。そんな感じで、常に誰かをイメージして、誰かのための練習を続けていくと、もし本番がやってきたときに、すごく、なんていうんですかね、スムーズといいますか、ここまで単純ではないんですけれども、すごい簡単になります。なんでかというと、ライブ当日を迎えました。そのライブが始まりました。さあ、演奏しますというときに、この誰かのための練習をここに持ってくればいいというのがすごく大きいので、あんまり緊張せずに済むという感じです。まあ、そこまで実際は単純ではないんですけれども、本当にそれに近いものが
あります。普段家でやっている練習をそのままライブでやれば大丈夫というような安心感でしょうか。もちろんお客さんとのやり取りとか、あとその当日 の, そのハプニングがあったりとか、当日の僕の気まぐれとかがあったりとかして、練習通りにいかないことももちろんあるんですけれども、基本的には家でやっている自分の練習、そして誰かのための練習、これの延長線上なんですよ。言い換えてみれば、家で常に本番を想定して練習するということでしょうか。本番を想定して練習するものと、本番を想定して想定せずに練習するもの、これらを別々にして考えるということです。家でも常に本番。本番は常に本番。まあ、ライブのときでもちょっと、ね、練習の延長線上ぐらいの気持ちでできるようになると、だいぶ心に余裕が持てるのではないかなと思います。ちょっとこれは全てのことに当てはまるわけではないので、まあ、ちょっとおまけとしてお話をさせていただきました。もし皆さんがギター弾いたり、ドラム叩いたり、ベース弾いたりするような人でしたら、ちょっと心の中に置いておいていただけると嬉しいなという感じです。それではだいぶ長くなりましたけれども、以上でございます。いろいろこうベラベラとしゃべりましたけれども、皆さんの中でこれは使えそうだなと思ったものはありましたでしょうか。もちろんその全てを採用しろというわけではなくて、今しゃべらせていただいた内容の中に、ちょっと面白そうだなと、取り入れてみようかなと思うものがありましたら、ぜひ取り入れていただけると嬉しいです。とりあえず、その緊張したらダメだって思うことと、あと深呼吸、この2つはぜひ実践していただけると嬉しいんですけれども、まあ、その他の部分に関しては、参考程度に段差を覚えていただけると、これ幸いでございますということです。ではでは、これからね、この動画をここまで見ているということは、何かしらパフォーマンスをしなきゃいけない場面が訪れているかと思うんですが、そこで過度な緊張をしたりとかせずに、なんか楽しんでいくような気持ちで、ワクワクしていきましょうということでございます。それではだいぶ長くなりましたが、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。